大花うどは、セリカ、花うど族の他年層。別名、裏毛花うど。愛の5名ピット茎の高さは1.5から2メートル。茎は太く中空で、節に密毛を出し、直立して上部は分子する。根室用や茎の下方から出る葉は長い柄を持ち、3で葉で五小葉を出し、小葉には、鋭い裂片や巨枝がある。葉は稀にうじになる。花期は地域によって、 開きがあり5から9月、慶長か分子した先端に大型の複産系果樹をつける。花は白色の五弁花で、果樹の中央部と周辺部の花びらの形は異なり、周辺部の外側の1花弁が大きく、に新立し、左右総称下となる。果実は東卵型になり、毛があり、またはない場合がある。日本では、北海道、 本州近畿地方以北に分布し、高山から山間地の湿った場所に、北海道では海岸にも生育する。時に大群落となることがある。若葉や茎が食用となり、天ぷら、金ぴら、佃煮などとして食す。アイヌ文化においては、食用、薬用としたほか、姫座前草と並び、神の野草として重要視され、儀式の際の供物とする地域もある。 カムチャッカ地方では、茎の皮を剥いで乾かし、乾燥して甘みを取る材料にしており、ロシア人は草の汁を酒を作る材料とする。春に搾り取った草の汁は、頭の白身を駆除する効能があるという。探検家のゲオルクシテラーは、アラスカのカヤック島でもこの甘い草は利用されていた、と記録している。ありがとうございます。